2022年の始まり。年男だから日頃と違うことをしようかなと思いまして。新年の思い、新たに。今年こそいい年で過ごせるようお願いします。いろいろ変化の年にしたいなと思ったので、あ、もっと前向きに生きれるように。受験生なので、ラストスパートを頑張ります。このコロナが落ち着いて、元のこうみんなが活発にですね、活動できるような、そんな世の中になるといいと思っております。水族館では毎年恒例のパフォーマンス。正月からとても縁起がいいものをいただきまして、はい、よかったです。初売りもスタート。開店まで30分となりました。ご覧のように長蛇の列ができています。コロナ禍での初売り、ハムと海苔とお茶です。楽しかったです。